患者宅に応診するカイスケイカイスケとは、アメリカ占領下の沖縄に設けられていた医療職の一つである。正式名称はカイスケである。イカイスケは、医師不足を補うための代用医師として、医師助手や衛生兵経験者らを対象に付与された。制度が作られた1951年に126名が認定され、最後の一人は2008年まで診療を行っていた。 沖縄における西洋医学の教育機関は1885年に設置された沖縄県院附属医学講習所に始まる。1889年に沖縄県病院附属医生教習所と改称し、医師法制定に伴う1912年の廃校まで565名が学び、172名が医術会業試験に合格した。これより終戦までの間、 九州には九州帝国大学医学部、熊本医科大学、長崎医科大学等があり、日本統治時,時代の台湾には台湾総督府医学校の流れを組む台北帝国大学医学部があって、これらに挟まれた立地にある沖縄県は本土復帰後に一県一位大構想に基づいて1979年に琉球大学医学部が設置されるまで医科大学、医学専門学校、 医学専門部といった医師養成機関は設置されなかった。1945年の第二次世界大戦終戦後、沖縄県には医師が約60名しかいなかった。戦後占領期の沖縄では伝染病や栄養失調が蔓延したため、1951年に琉球列島前国民政府が医師助手や衛生兵経験者を対象に医学講習会を実施し、 その結果126名のイカイスケが誕生した。イカイスケはメディカルサービスマンとして米国民政府によって名分化され、単にカイスケとも呼ばれた。制度の前身はアメリカ海軍が沖縄戦終結後、急に本軍運営政兵をはじめとした医療経験のある者を医師助手、司会師助手として登録し、地域住民の診察行為に従事させたものである。 資格には、一大限り、現地開業などの条件がついており、さらに抗生物質や麻酔薬を自由に使えないこと、手術が行えないなどの制限もあった。1951年の公認時に登録された、イ・カイスケの分布は、次のようであった1981年、昭和56年12月末現在カイスケ35人、しかカイスケ6人やまみは1953年に、 日本本土に復帰、天海の以下伊助は、この際資格を失った。沖縄では1972年の日本への返還後も、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律による経過規定で存続した。しかし、世襲制度でなくカイの資格試験などもない、ため新たな資格者は、生まれず、その数は高齢化で減り続けた。一方、 1979年になると、琉球大学に医学部が設置され、沖縄でも、日本の医師法に基づいた医師の要請が行われるようになった。2008年10月6日、それまで、沖縄県うるま市、平敷屋にて診療を続けていた元医師上手にして、最後の医、カイ宮里義正が、高齢による聴覚の衰えを理由に廃業。ここに、カイ制度は消滅した。 2010年12月、宮里が残した日記をもとに制作された、テレビドラマ、二世社と呼ばれて沖縄、最後の伊海助が放送され、伊海助の存在が、日本本土にも知らされることとなった。ありがとうございます。